このコーデは、シャンパンを飲むために作られたグラスである、シャンパングラスについて述べる。一般的な形状として、フルートとクープの2種類が存在する。どちらも足つきのグラスであるため、手に持っても中身の温度に影響を与えないようになっている。この特徴のため、シャンパン以外のスパークリングワインや、ある種のビールを飲むのにも好適である。フルートグラスとシャンパンのボトルフルートグラスは、 先が細くなった背の高い円錐形。内紙はボールを縦に引き伸ばしたような形をしている、足付きのグラスである。通常、容量は180から300ミリリットルである。フルートグラスは、スパークリングワインにとって好ましい形状のグラスとして、1700年代、初頭に、手記の素材が、金属や陶器からガラスに移り変わるのに従い、他のワイングラスと共に開発された。当初は、 背の高い円錐型で細身の形状をしていたが20世紀には側壁が垂直で口に当たる部分がわずかに内側にカーブしたグラスが好まれるようになった。グラス内壁の角度がきつくなっている理由としてはシャンパンの特徴である炭酸を逃がさないために表面積を減らすことが挙げられる。シャンパングラスとの接触面で核形成が起こり発泡を促すためである。 すなわち、接触面積が大きすぎると急速に炭酸が抜けていってしまう。飲む人の口の中での発泡が増えれば、飲み心地は向上し、加えて深さのあるフルートグラスでは、泡が液面まで立ち上るのが見られるため、視覚的効果も優れている。フルートグラスの細さは、ワインと酸素が触れる面積の割合を減らす効果もあり、ワインの香りと味わいを高めている。 フルートグラスはスパークリングワインを飲むのに最も一般的に用いられるほかフルーツビールやベルギーのランビックやグーズといったビールを飲むのにも使われるフルートグラスを用いることでビールの色がよく見え香りを十分に感じられるピルスナーグラスとの明確な違いとしてフルートグラスには足がついていることが挙げられるクープ型のグラスクープを用いた シャンパンタワークープは浅く広口のワン型をした足付きのグラスであり、容量は通常120から240ミリリットルである。一説によると、フランス国王ルイ15世の大めか目けであった、ポンパドゥール夫人のチブサをかたどった形状であると言われているが、実際はポンパドゥール夫人の登場より一世紀前の1663年に、スパークリングワインやシャンパンを飲むために、 イングランドで作られた。クープは18世紀にフランスに持ち込まれてから1970年代に至るまでフランスでもてはやされていたほか、アメリカでは1930年代から1980年代まで流行していた。シャンパンはチューリップ型のグラスで供されることもある。白ワイン用のグラスはフルートグラスに比べてどうものみ口も幅広である。伝統的に用いられてきた。 フルートグラスよりも香りを感じ取りやすく、かつ炭酸がすぐに抜けてしまうのを避けられる程度には、口が細いという特徴を持つため、ワインの専門家によってはチューリップ型のグラスで、シャンパンを飲むことを好む者も,もいる。ワシントンポストで食に関するコラムを書いているデーブ・マッキンタイヤは、チューリップ型を用いることで、シャンパンが下に当たる位置を下の先端ではなく、中ほどにすることができるため、 ワインの風味をより際立たせることができると主張している。ワイングラスメーカーのリーデルはフルートグラスではワインの香りと味わいのすべてを正しく理解することができないとしてフルートグラスを厳しく批判している。1960年代、手の熱がシャンパンやその他の飲み物に伝わりにくくするため二重構造のグラスが開発された。内壁と外壁の間には 熱伝導率が低い空気で満たされた隙間が空いている。ありがとうございます。